あれは煙？近づくな。うわ、何なのこれ。別の道を探すぞ。あの魔女がここにいたらな、どうにかしてくれそうなのに。私の術でも闇の息は消せないし、他に道はないわ。オーディンが昔こうしたの。なんでここに？あなたの旅が心配で来たの。なぜ今頃来た？友達の治療で忙しくてね。もう忘れたの？オーディンの闇の息は私でも打ち払えない邪悪な術よ。アルフヘイムの清き光だけがこの闇を照らせる。でも道は遠い。そこまでする理由は何？すべてさ。ついてきて。なぜ助ける？あなたを見てると昔の私を思い出すの。それに手を貸せば過去の過ちを償える気がして。あなたが気に入ったし。友達を撃ったのに。友達を撃ってもよ。そう、どこへ向かう？向かうは新たな世界。別の世界に行くの？一緒に来る？少しの間だけだ。そうね、少しだけ。これを使いましょう。グレイスター。無理だよ、シンドリが壊れてるって。シンドリ？丘の麓にいるドワーフだ。着いた時直してたんだ。私は誰も見なかったわ。直し終わったのかも。ドワーフはとても物知りだから。出会った二人は尺に触るがな。そうね。湖の中心にテュールの神殿が。そこからならアルフヘイムへ行けるでしょう。どうやら水も引いたみたいだし。なぜ大蛇は湖に？誰も知らない。ある日突然現れたの。そしてすぐさまトールが襲い、世界を揺り動かすほどの戦いを繰り広げたわ。けれど結局勝負はつかず、トールは手ぶらでオーディンの元に戻った。蛇はとてつもない大きさに成長し、今ではミズガルズ全域を包むほど。ほら、言ったでしょ。以来彼らは互いを憎み、来たるラグナロクで殺し合う運命に。ラグナロクを信じてるの？そうならないよう願ってる。実はヨルムンガンドと話したんだ。本当に？話してはない。僕は大抵の言葉を理解できるんだけど、あの言葉はちっともわからなかった。わかる人などいない。忘れ去られた言葉よ。それ寂しそう。気をつけて、この先よ。本当に？前にここを通った時道はなかったよ。ほらね。あら、そうだった。いいもの見せてあげる。見ててね。リオスタ。お、橋だ。エルフの技術よ。アルフヘイムの光が宿るこの鶴でエルフの魔法を呼び起こすことができるの。待って、パッと消えたりしないよね。光が輝いている間はね。こっちよ。いいな、それ。あの根っこ、どんな魔法なの？バン神族。バナヘイムの？知ってるの？少しだけ。バン神族はいつもアース神族と争ってるって母上から聞いた。オーディンたちと比べたら
いい神様だよね。いい神など存在しない。そう教えたはずだ。トゥールの神殿、巨人の技術で作られた。偉大なトゥールはここから9つの国に渡って平和を築いたの。平和じゃないと思うけど、どこ行っても襲われるもん。死んだ奴らとかに。生ける死者たちはますます増えている。かつては多くの人が街道を行き交っていたけど、今は一っ子一人通らない。残ったのはこんな世界でも生きていけるならず者だけ。階段を降りたら右へ進んで。あ、光の結晶がある。光を復活させるから待っていて。やった。これから何をするの？神殿の補修よ。まずはその軸を持ち上げて。それを元の位置に押し戻す。次は車輪を溝に乗せて。いいわ。じゃあ橋を溝に沿って押してみて。すごい、橋全体が回転してるよ。どういう仕組みになってるんだ。本当に力持ちだね。橋が最初の位置に戻るまでそのまま押し続けるのよ。もう疲れた？父上は強いから。死んでた奴らだけど、ヘルウォーカーって呼ばれてるの？どんな奴ら？あれは最後の審判を拒まれた哀れな死者の慣れの果て。なんで？魔法で蘇生できないの？かつてはできたわ。でもあれは魔法ではないの。死者の亡霊がはびこるのは世界の調和が乱れている証拠。何かが、または誰かが強力な力で監視をしているの。それだけは確かよ。これでいいわ。戻ってきて。準備できた。すごかったね。腰を痛めてない？痛めてなどいない。この扉の先よ。巨人とエルフ、どっちがトゥールの神殿を建てたの？多くの種族が建設に協力したの。世界の平和が失われてしまう前の最後の共同作業になった。リオス、弓の鶴が光ってない。力を使い切ってしまったの。弓の鶴にかすかに残った光がもう消えてしまった。弓を貸して。アルフヘイムの光を手に入れたら力を鶴に宿すの。忘れないで。一緒には来ないの？やってみるけど、私はミズガルズからは出られないようになってるから。なぜだ？神々に好かれてない。ここなの？暗いね。この神殿は150年間水の底で長い眠りについていた。ビフレストの光さえあれば神殿は目覚める。この根は魔法っぽくないね。違うわ。これは巨大な世界樹の根の一部。このおかげで世界をまたぐ旅ができる。
これはどう使う？これを使うの。ビフレストよ。これで別の世界へ行ける。アルフヘイムの光を中に宿すことで使えるわ。ビフレストをそこへ。それで？少し待って。神殿がその長き眠りから目覚めている。別の世界に渡れる場所はただ一つ。神殿にあるこの部屋を置いて他にない。目の前にあるのが今私たちがいる神殿よ。湖の周囲には各世界の塔が立っている。全ての世界は同じ空間に位置しているの。鏡の世界のようにこの門も外にある塔も9つの世界も全ては世界樹の枝の上で共存し結びついている。世界をつなぎ止めているのはビフレストの光だけ。この空間はその光を制御できるの。これが世界樹？これは世界樹をただ模したものよ。そう、ユグドラシルは遥かに大きな存在なの。この生命の木は世界の運命と共にある。私たちと同じようにね。世界樹は大地を育み、その枝葉から滴り落ちる雫は川となる。大枝の上で育まれるあらゆる生命を世界樹が支え、木にみなぎる活力が生命を織りなすの。誕生、成長、死、そして再生。あらゆる命の糸が紡がれ、時と世界を超えて世界樹へと帰るのよ。これがこの仕組み。でもきっと知りたいのはそういうことではないわね。そうだ、分かった。あなたが外で押した橋は今バナヘイムの方角へ向いているわ。だから台座を回して行きたい世界に合わすの。アルフヘイムへ。待って、外の大きな橋が動いてるの？そうよ。台座で橋を回転させ湖の外側にある各世界の塔へ向けてるの。あれ、ここには塔がないみたい。だからヨトゥンヘイムへ移動することはできないの。橋をつなぐための塔がなければ扉を開けないから。どの世界にも橋を解除するための旅のルーンがあるわ。これがアルフヘイムへのルーン。これでアルフヘイムへの橋がつながる。準備できた。ビフレストを忘れないで。なくしてはダメよ。これで世界の橋が架けられる。世界と世界がこれでつながるわ。あの結晶が見える？それぞれの国にはビフレストの力を増幅させる結晶が一つあるわ。それで国への橋を架けるの。だから別の国へはこの部屋からしか行けない。湖になかったもう一つの塔は？ヨトゥンヘイムの塔は100年以上前に全ての国から消えてしまったの。巨人がミズガルズから消えた時、どこにどうやって移動させたのかは今も謎のまま。ダメだ、移動してない。来なさい。光が消えている。これで使い切ったようね。アルフヘイムの光で満たされるまで戻れない。閉じ込められたか？あなたなら簡単にミズガルズに戻ってこられるはずよ。それであの闇の息を打ち払える？アルフヘイムの光で満たされればね。アルフヘイムへようこそ。光の場所はわかる？視界が霞んでる。何かおかしい。あの光の柱がそうよ。光は円環の神殿の中心部にある。嘘。ああ、もうしまった。まだダメよ。ビフレストを復活させるには光に入らないとダメだけど、気をつけて。光の中を下回った。
っと無事だよね。おそらくな。行くぞ。ねえ、ここ見てよ。離れるなよ。何も触れるな。わかった。あれは？殺しちゃったんじゃないの？関係のないことだ。集中しろ。光のエルフを殺してる。戦争の終わりだ。光が負けた。今何か言った？いいや。あ、そっか。少なくとも光には近づいてる。ねえ、あれシンドリ？ねえシンドリ、面白いもの見つけた。そうですか。面白いものは大好きです。うわぁ、イニシエの民を殺したんですか？そうだ。大変だったでしょう。ああ、私にくれるのはこれで全部？そうだ。なんて？何も言っていない。本当に？そっか。この世界のことは教わったか？あまり。エルフは光の奪い合いを始めて以来孤立してるって。何も言っていない。変なの。何か言ったと。ああ、おい、どうした？声が聞こえないの？何も聞こえん。収まった。叫び声、怒鳴り声がたくさんして。本当に聞こえなかったの？いいや。怖い声だった。見て、話しかけてみる？いいや。助けてほしいのかも。それなら助けを請う。関係ないということだ。でも、関係ないと言ったはずだ。
見て、円環の神殿だ。見て、アルフヘイムにも砂の台座が。読んでみる？何と書いてある？我なしでも我がうちでも死は明らかなり。だが汝の中ならば我は汚れなき命。でもルー文字は見当たらないね。見つけなければ船に戻るぞ。